ってわけだ。今のところギリギリでうまくいってるよ。そう。あいつらマジでポンコツなんだよな。まあ一生懸命なのは認めるけどよ。でもひょっとして。あ、なんかあんのか。ちょっとね。ただ確証がないから黙ってるわ。だったら最初から何も言うな。いやよ、少しでもジョーロ君とお話ししていたいもの。早くジョーロ君のお手伝いが終わるように私も頑張らないと。あのよ。何？なんでお前こんなことを。だって全部終わったらあなたと過ごせる時間が増えるじゃない。なわけあるか。俺はこれが終わったら優しくて包容力のある美人で巨乳の女の子と出会ってイチャイチャするんだよ。ならやっぱり私ね。全然ちげえだろうが。鉄壁ブース。ところで気になったことがあるわ。んだよ。ジョーロ君は二人の恋路を手伝っているじゃない。ああそうだよ。でも大賀君に好きな子がいたらどうするつもりなのかしら。あ、うわ。知らないのね。